近接格闘術は、軍隊や、準軍事組織、情報機関、警察などで、戦闘技術として訓練されている、格闘術。武器を持たない都市によるものだけでなく、ナイフ、銃剣、警棒やスコップ、トマホークなどの武器も使用した内容である。軍人が戦闘において使用する技術であり、一般的なスポーツ格闘技と異なり、相手の殺傷を目的としている。 国や組織により内容は異なるが、武術の経験がないものでも短期間で習得できること、人体の急所を狙うなど単純だが、効果的な技で構成されていることなどが共通している。これは、軍隊では限られた訓練期間で隊員の戦闘力を高める必要があるためである。訓練時には防具や寸止めなどにより安全性の確保が図られる。 特殊部隊などの精鋭部隊と一般部隊では訓練される内容が異なることが多く、精鋭部隊では高度な殺傷技術が訓練されるのに、対し一般部隊では基本技のみに留まることが多い。また国家や組織により訓練される内容は大きく異なり格闘訓練を実施しない部隊や陛下もある。例えばアメリカ陸軍では、 不評部隊以外では格闘訓練を実施しないが、アメリカ海兵隊では全地上部隊で格闘訓練が実施される。民間人が習うことは基本的にできないが、近年の格闘義務の影響もあってか、現在は民間向けにセミナーが開かれたり、書籍や VTR などの形式で情報が公開されることもある。 そのような場合でも、基本的に殺傷技術は教えず、護身術的な内容に留まるのが普通である。軍隊における近接格闘術の起源については、武器を用いた格闘術家、都市による格闘術家で生まれた時期が異なる。銃剣術については19世紀より訓練されていた。軍刀を用いる格闘術として、 19世紀より、欧米諸国ではフェンシングが、日本では、伝統的な剣術をもとに独自に制定した、軍刀術が訓練されていた。軍刀が、実戦目的ではなく、儀上や、礼装のためのみに廃用されるようになったことに伴い、多くの国では、第1次世界大戦後に、軍刀術の訓練は廃止されたが、日本では、第二次世界大戦終結まで軍刀術の訓練が、 行われた。ナイフ格闘術については、第一次大戦での残豪戦で、狭い残豪内で、白兵戦が正規した戦訓より、同大戦後に生まれた。都市格闘術についても、第一次大戦での残豪戦で、狭い残豪内で、白兵戦が正規した戦訓より、同大戦後に生まれた。この時期の都市格闘術は、ボクシングや柔道が中心であった。 都市格闘術は第二次大戦中にウィリアム・ E ・フェアバーンによって殺傷技術として洗練された。フェアバーンはサイレントキリングを編み出し連合国各国の軍、情報機関で指導した。ありがとうございます。